e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はフリシウマ対ガンバ大阪、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。このトッププレーヤーたちを揃える両チーム、ワールドカップシュート、最後のスルーパス見事でしたよね。やっぱり縦にいいボールが入ると決定機につながりますよね。そういう攻めの姿勢が生んだゴールと言えますよね。さあガンバ、今日先制はこの早い時間でした。このゴールは大きな1点ですよね。しかも時間帯もいいですよね、はい、これで流れもつかめるでしょうし、このまま勢いに乗っていきたいですよね。キミッヒ、積極的な守備を見せます。山本、デリフト、ガンバはこの序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。非常にいい立ち上がりですよね。先制点を取ることで余裕が生まれますからね。この後自分たちのサッカーをしやすくなりますよね。裏のスペースを狙う、ディフェンスこれを読んでいた。危ないシーンでしたが、ここはしっかりクリア。ここはつながりません。遠藤、前半の3分の1が経過しました。メシノから遠藤、裏を狙う、ポイント変わりますよ。デブライネからロベルト・マッジョ、デブライネスペースを狙う、中谷、先ほどのファールはイエローカードが出ていました。ちょっと危ないぞこのパスは。三浦へ、半田、堂安へ、鈴木、スペースへ、阿部、かわした、さあチャンス、シュート、決まった、追加点、これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、これスルーパスも良かったですし、東からのシュートも絶妙でしたよね。お互いのコンビネーションから生まれたいいゴールですよね。メシの今日2点目です。さあガンバ、得点を重ね2対0という展開。ガンバとしてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールだ。どうだ、シュート、山本、スライディング、これはつながりません。裏へ届くか、インターセプト、遠藤、このボールはカットされます。前半28分、長いボールを入れます。鈴木、デブライネからハバーツ、これはファールを取られました。おっと、早いリスタート、ここで受けて、勝負のシーン、ネイマール、さあこれであと1点差、狙いしました、見事なシュートでした。いや、これは巻いていくシュートのイメージができてましたよね。そこにきっちり決める技術もさすがですよね。さあ、あと1点です。フリシウマ、ちょっとこれ分からなくなってきましたよね、はい、このままの勢いでもう1点ってこともあるかもしれないですよね。これは合いません。メシノ、さあロベルト・バッジョ、ハバーツ、ミドル、今の
カンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。山本から阿部、柔らかいパス、ネイマールに渡る。堂安、山本、鈴木、山本、ハンダーへスルーパスを出す。テオ・エルナンデスからネイマール、さあキミッヒ、さあこぼれた。ファーストハーフアディショナルタイムに入りました。このパスが抜ける。差は1ゴール。早々とこの後半始まっています。奪います、裏を狙う。さあハバーツ、デブライネ、見事なゴールで同点に追いつきます。いやこれは面白い展開になりましたよね。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。さあクリス、はい、やっぱり見どころの多い試合になりましたよね。デリフト、さあロベルト・バッジョ抜けてくる、裏を狙っていきます。さあキミッヒ上げてくる、ガンバはアワヤというシーンでしたがここはしのぎます。鈴木ドリブルで上がる、山本ボールのかこのパス対応します。デブライネ、プリシューマ、カウンターを仕掛けます。主審流します。ここはつながりません。ガンバとしては後半の入り方は良くなかったですからね。まずは落ち着いてゲームを作り直したいという状況でしょうね。まだ同点ですからね、焦る必要はないと思いますけどね。チェックを受けますが動じません。これは合いません。山本右サイドへ振って、さあゲームは60分です。山本もう一つ前に行きたい。さあつながるか、シュート、阿部うまく相手のマークを外してのシュートでした。そうですね、今のはラストパスが良かったですよね。あのタイミングで出されるとディフェンダーとしては一歩対応が遅れてしまいますよね。フィニッシュもキーパーの位置をよく見て落ち着いて決めましたよね。さあガンバ1点をリードしてリスタート。鈴木から右サイド、両チームともメンバー交代があるようです。ハッセ、このボールをカットします。鈴木、このボールに触ります。エースを狙った、どうだ、狙った。これが初めてのコーナーキックです。ネイマール、テオ・エルナンデス、ネイマール、ネイマールからハバーツ、裏へ出るか、来た、シュート、またすぐ同点です。北澤さん、これはこのゴール決まった後っていうのはやっぱりゲーム動きますよね。絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、タイミング素晴らしかったですね。一瞬の判断だったと思うんですけどね、お互いに息ぴったりでしたよね。どうだこのシュート、コベルのセーブ。さあ左サイドへ、さあここでカウンター、スペースを狙う、抜けた。プリシューマとしてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。さあ宇佐美、鈴木から左へ、
スペースに出す。クロス。と枚数いたんです。カードを切ります。ボールはクリア。これは奪い返します。ネイマールへ。両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますが、この終盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。そうですね、非常にスリリングな内容になってますけどもね、まだ何かありそうですよね。マルティネス、カウンターですよ。さあ右へ預けて、ガマルウェイ、アウトまで来た、いやーもう言葉がありません。いやーなんという得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。シュート、イチモリ、ロベルト・バッジョ、これは来た、抜けてくる。稲本、スルーパスを狙う、シュート、ワンビサカ、このボールに触ります。イエナガが受ける。さあ一気にカウンター、宇佐美から右へ。さあイエナガ、ハンダ、折り返します。家永、ここで笛です。4対3、ガンバ敗れました。逆転負けという悔しい結果です。さあ終わりました。いや派手なゲーム展開でしたね。1点取られたら2点取り返してやろうっていうようなサッカーをお互いがやり続けてましたから、またこういう試合を見たいですね。そうですね、ありがとうございます。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています、そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。ガンバが負けてしまいました。Pedimos a colaboração.